新市の岩藤町にある五色園っていうところにね来てまして、ここ園内に100体以上の銅像が置いてあるみたいで、ちょっとね今から探索していこうかと思います。でこれ普通に回ってるとこれ1時間以上はね確実にかかるみたいで、ちょっともうサクッと行きたいと思います。まず入り口入ってなんかこれが目に入るんですけど、月見が誰？なんだろう。ちょっと前回よりちょっと画角がね少し広くなってると思うんですけど、今日ちょっとワイコンつけて撮ってます。前回と今4割ぐらいね広く映ってると思うんで、今日ちょっと曇りだけどね、すごいちょっと暑いわ、歩くと。こっちはなんか池があるみたいで、こんな感じの。見えますかね。あ、こっちになんかね道があって、なんかちょっと行き止まりなんだけど、ちょっと行ってみます。クモの巣が、これクモの巣注意ですよ。なんか前回行った時なんかね、ハエとか蚊とか、何なの？カエルか？ここ虫が多いんで、蜂もいるし、虫除けスプレーはですよ。いやあ、きれいな。クモの巣がすごいな。確か前この辺で、まあ、諦めたんだよね。はい。もういけません。これちょっと何取ってるかわかんねえな。これはちょっと夏はやめた方がいいな。クモの巣がすごい。ヤブカもここ結構いるんでね。7分か。早いな。もう30分でこれちょっと1回ずつ区切りますわ。ちょっとぶっ続けはちょっと厳しいな。今ちょっと 4K で撮ってるんで、2時間だとものすごい容量になるんじゃないかな。ちょっとサクッといきますか。ここずっと歩きます。気持ちいい。草刈りやってるんですかね。綺麗にちょっと見てみましょうか。ここが新香良座、こんな感じで春来るとなんか桜がねすごい綺麗な感じで。春は桜が綺麗ですよ。いけるかな。あれ？ちょっと厳しくなった。厳しいかな。まあ、いけたんだけどな。1ヶ月前はいけたぞ。草がひどいな。やばい。これちょっと前よりもだいぶ険しくなってるね。うわぁ、前こんなひどくなかったぞ。熱い。偉いな。きついわ。あ、外出ちゃう。こう引っかいちゃうんだよな。前よりもちょっとクモの巣がこれひどいな、すごい。もう今7月でこんな状態なんで、8月はもっとすごいことになるんじゃないですかね。といきますか。ここはなんかすごい広いからね、道に迷うんですよね。すごい。熱い熱い熱い。こっちからなんか行った。こっちから行った記憶があるぞ。こっちなんかまっすぐ行くとなんか池がね見えて、なんかまたあそこにもなんか何体か銅像があるんですよね。れるのか？あ、大丈夫そう。こんな感じの道が結構続きますからね。よし。ここはなんか綺麗だね。下は竜か。ここからも銅像が見えるんですよ。これはなんだ、田植えか。田植えをしています。この上にもなんかね、あったんですよ。あー、これヤブがひどいな。これ見えますか？一応これ前回写真撮ったと思うんで、みたいな感じで、よいしょ。前回来た時何時間だったかな、写真だけでなんか5時間ぐらいかかってましたんで、10時半ぐらいに来て 3時半ぐらいまで撮影してたんですけど、ここにもなんか池があります。いやー、今日曇り空で良かったですよね。これ日が差し、まともに日が差してたら、すごい暑さですよ。こう来ると大体温度が下がってきてますね。涼しいな。もう黒い蝶々。26分か、早いな。息が切れてきまいりました。こがご流剤、はい、この辺だろうな。よいしょ、地図があるね。ご流剤だいぶなんか上の方まで上がってきたんでね、わかんないなこれ。どこだ、乗ってないな、乗ってないのか。3体あります。ここまで探索の動画上げてる人いないでしょう。おそらく見たことないですもんね。もうそろそろ30分か。だいぶ歩いたよ。ここはなんか小さいお父さんが置いてあります。30分いったか。じゃあとりあえず一旦ここで中断します。